罠が解除されたようね。目指すはコルネリアだ。私も続こう。思います。私が相手をしてあげましょう。あんたの書いた筋書きってわけ。傑作だ。踊らされていたのがこちらとはな。私たちの勝利よ。よくぞアリアンロッドを陥落せしめたわ。アリアンロッドの掌握、そして王都フェルディアの進軍準備は他の軍が行う。私たちはガルグ幕へ取って返し、同様に王都攻略の準備に入る。フォドラ全土の統一まであと少し。みんな一層の活躍を期待しているわ。あら、ありがとうございます。急にガルグマクに来るなんて、どういう風の吹き回しかしら、おじさま。何、旧同盟領でやるべきことがおおよそ終わったのでな。
堅牢と名高いアリアンロッドを落とした名の顔を見に来たのだよ。実に見事な手際だったと聞いておる。味方さえも欺く好軍だったとか。褒めてくれて嬉しいわ。でも味方を欺いたというのは語弊がある。情報が漏れるのを嫌っただけよ。兵士の中に教団のネズミがいては困るから。そうか。だが残念なこともあるぞ。こちらに寝返る手はずだったコルネリア、あやつを撃ってしまったのである。まったく無駄手を踏んだものよ。それとも殺したかったのか。の、ええ。でも相手が殺しにかかってきたのよ。恐ろしい魔導兵器を使ってね。自分で動き戦う人形よ。知っていた。そうな。だがなればこそ味方につけるべきではなかったか。かような戦慮しかできぬようでは、いずれ帝国の未来にも暗雲が垂れ込めてこよう。心配ありがとう。どんな闇だろうと打ち払ってみせるわ。祈っておるぞ。テイトはアリアンロッドの二の舞にならぬことをな。アリアンロッドの二の舞？それはどういう。我はもう行かねばならぬ。さらばだ。エーデルガルト様、ここにいましたか。たった今、信じがたい知らせが。天から光の柱が降り注ぎ、アリアンロッドが崩壊したと。崩壊？なぜそのようなこと。先ほどまでここにアランデル公が。さようですか。ヒューベルト、詳しい報告を。は、すみません。私としたことも動揺を隠せませんでした。天空より飛来した光の柱が爆発し、アリアンロッドの聖城と北の城壁が全壊。当初をはじめ、ローベ家の主要人物は皆死亡したと思われます。我々と交代でアリアンロッドに入った帝国軍の将兵も3割ほど行方不明です。そんな。これが叔父たちの切り札というわけね。コルネリアを撃った一種返しにアリアンロッドを破壊したと。時期尚早でしたかな、コルネリアを撃ったのは。いいえ、いずれ彼らと争うならば戦力を減らしておいて損はない。それに彼らの切り札の正体を明らかにできたことが大きいわ。ヒューベルト、あなたの調べていた煉獄の谷アリルの伝承、それはこのことだったのね。可能性は高いかと。ガルグマクより北に一年を通して大地が燃え上がるという谷があります。かつて天より光の杭が落ち、地はうなだれ、森は焼け、煉獄が現れた。女神の仕業かとも考えたのですが、これは彼ら闇にうごめく者の攻撃だった。そういうことなのでしょう。それが分かっただけでも、アリアンロッドで死んだ皆は決して無駄死にではないわ。ともあれ、情報は統制した方が良さそうですな。そうね。皆にはできる限り伏せて、先生も頼んだわよ。アリアンロッドの法については皆も聞いたと思う。セイロス教団は卑怯にも禁術を使って無差別に町の住人を殺したわ。ローベ家の者たちや帝国軍にも少なからず被害が出た。調査によると、アリアンロッドを破壊した剣術は
連続で使えるようなものではない。しかし足踏みする猶予はありません。来節のうちにも我々は決着をつけねば。すでに帝国軍の一端は当主のロドリグを失ったフラルダリウス領に攻めかかり、間もなく王都フェルディアへの進路を遮る者は何もなくなるでしょう。追い詰められた彼らが何かをしでかす前にタルティーン平原を抜けフェルディアを攻め滅ぼすわ。帝国によるホドラ全土の統一、いよいよそれが現実となる。いよいよか。武者震いが止まらねえ。強敵どんと来いだ。対決が避けられないのは分かってるけど、もっとみんなが苦しまない道はなかったのかしらね。共に天いただかず、生きる方法違うですから。私たちの道、突き進むのみです。追い詰められた教団か。町を破壊する禁術みたいなものはもうごめんだよね。紋章とか英雄の遺産とかでもっと有益な情報があればな。リンハルト、君はまだそんなことを言っているのかい。私たちの使命は一つ、この戦いの勝者となることさ。私たちは勝ちます。だって負けたらひどい目に遭うんです。そんなの無理、無理だから。なんか引っかかるけど、まあいいか。何が何でも勝たなきゃいけねえんだからな。効果の章、大樹の説、復讐の野。アリアンロッドを攻略した帝国軍は王都へ向けて進攻を開始。同時に当主ロドリグを失ったフラルダリウス領にも軍を差し向け、二方面からの王都攻撃を企てる。そうか、アリアンロッドが落ちたか。ロドリグ、フェリックス、イングリッド、お前たちの死を無駄にはしない。決して。先ほど石膏が戻りました。帝国軍は王都へ向けて進軍中のようです。良いのですか、ディミトリ。国主たるあなた自ら迎撃に向かうなど。ご心配には及びません。たとえ私が倒れてもブレーダットの血は続くのですから。それに元より王国は貧しい土地です。籠城戦に持ち込んだところで敗北は必至。我が軍は平原に布陣して敵を待つ。そちらは迂回し帝国軍の脇腹をついてください。確かに現状を鑑みれば平原での決戦は合理的な選択でしょう。もちろん私に依存はありません。ですが俺が欲しいものは一つだけ。他の獲物に興味などありません。その言葉を信じます。あの子をなかったことにするのは私の役目。ああ、必ず、また必ず私が取り戻してみせます、お母様。どうでしょう、エーデルガルト様。彼らはフェルディアにこもると思いますか。迎撃するに決まっているわ。フェルディアは簡単には落ちないでしょうけれど、大軍で包囲して補給線を断ってしまえばいつかは必ず陥落する。それよりは野戦での対象にかけるはずよ。タルティン平原でのね。
千年以上前に聖者と嘘吹くセイロスが解放王ネメシスを撃って逆転勝利したの。そして400年ほど前に勇者ルーグが時の皇帝を撃って王国の建国に至ったの。その再現を狙うんじゃないかしら。やはりそうなりますか。帝国軍は強兵といえど個々の強さではセイロス騎士団の精鋭には劣るでしょう。王国軍も無礼だったけ直属のこの絵たちは他の兵に追随を許さない頑強さで名高い。となれば戦場にてエーデルガルト様を撃つ、その一点に注力するのは理にかなっています。ヒューベルト、私に戦場に立つなと言いたげね。無論です。狙われているのは陛下なのですから。けれどあなたならこういう時に私が絶対に引かないと分かっているわよね。それも無論です。なので立たないでくださいとは言いません。この先も白き者や実血の子孫など恐ろしい力を持った者たちが立ちふさがる。彼らを打ち破れる力があるのは私たちの仲間でも限られた者たちよ。その一人である私が前線に立たないわけにはいかない。先生、人ごとのように見ているけれどあなたもその一人なのよ。私を守ろうとしてあなたが死ぬなんてことは絶対にやめて。最後まで共に生き残るわよ。いい？頼まれてくれねえか。どうかね。王とフェルディアか。帝国からすれば思えば遠くに来たものだな。エーデルガルトと先生に従ってあのままただエーギル公の地位を継いで宰相になっていたならばこのような感慨は抱かなかったであろう。当時の私は本当に青かったよ。少しでも成長できているといいがね。今は陛下の敷く道を皆で歩んでいこうではないか。まさに私の望んでいたものだ。私、不安持ちます。何事か成し遂げる、できていますか？戦争終わる、ブリギと帰る選択肢、生まれるを持っています。祖父の後継ぎ、王として、胸張れる私でしょうか？
感謝します。先生、言葉ありがたく思います。ブリギットの誇り、技、生き様、すべて見せる、見せつけるです。ブリギット、私好みます。これなら何人前だって食えるな。俺の胃袋が熱く煮えたぎってきたぜ。あら、これ好きだったの？あなたに教えたことがあったかしら。本領発揮ですよ。ここで隠し味にこれを。あ、ちょっと先生、邪魔しないでくださいよ。フェルディアへ。これで戦争が終わるかもしれないんですね。でもアリアンロッドが壊滅したって、それ本当なんですか？一体何が？セイロス教団って何？先生の言葉があれば私前を向けますから。あら、ありがとうございます。呼んでくれてありがとう。あら、ありがとうございます。暖かい。ありがとう先生。また呼んでくださいね。いよいよ。でも頼んで正解だったな。先生、先生、ちょっといいか。聞いてほしいことがあってよ。サソリの入れ墨を入れた盗賊団の件、俺なりに考えて結論を出したんだ。いつまでもうじうじ悩んでたって仕方ねえだろ。よし、じゃあ言うからな。やっぱ俺自分を裏切れねえなって思ったんだ。もちろんあの時の騎士や
先生の言うことが正しいってことは分かってるよ。でもそれでも、もしあの怪しい男が子供たちを傷つけてたら、俺一生悔やんでも悔やみきれねえ。悪いけど死んだ騎士よりそっちの方が大事だ。だから先生の言うことだって聞けねえ場面これからもあると思う。あ、分かってる。こんな危ねえやつ軍に入れられねえよな。だから俺出てって。え？いや、え？いいのか？軍旗を守れないかもしれねえのに。俺のやり方を通してまた被害が出ても知らねえよ。人それぞれって。はあ？それでいいのかよ。俺めちゃくちゃ悩んだんだぜ。先生とずっと一緒に戦ってきたいし、でも俺の正義も追求し続けたい。俺のやり方を貫いたら仲間に迷惑かけちまうかもしれねえ。だから、だから、いや、なんか気が抜けちまった。ああ、先生ありがとう。俺を、俺の生き方を認めてくれて、俺たちはこれからも一緒に戦い続けられるんだな。教団も消え、帝国による平和な時代が訪れる。多くの人たちはそう信じているようですが、本当にそうなるんでしょうか。そうですよね、アリアンロッドの崩壊、あれは本当に教団がやったことなんでしょうか。もしかして、いえ、なんでもないんです。ちょっと引っかかっただけですから。これを渡す。私たちは持てうる全戦力でもって王都フェルディアへ進軍する。ここまで来て途中でガルグマクへと引き返すつもりはないわ。戻ってくるのはフェルディアを落として戦争に幕が下りたその後、心構えと戦いへの備え、その両方を出撃の日までに整えて。
本当に？なら皆の心を一つにする手助けをお願い。近づけば近づくほど犠牲が大きくなるんでしょ。勝者は一気に勝負をつけるため致命的な打撃を与えようとするし、敗者は起死回生の一手を打とうと危険を顧みず無理を通そうとする。それで死ぬ人たちの身にもなってほしいもんですよね。そうですよ、そうならないよう気をつけましょう、先生。ありがたく、ありがたく、ありがたく、ありがたく。エルカルト様は以前伝えたと思いますが、ソロンやクロニエラの上に立つものです。私たちがアリアンロッドで撃ったコルネリアもまたあの者の仲間でした。実に厄介な存在です。いつか必ず殺さねばならない。地の底でうごめきながら帝国の重鎮としても策動するあの者を、貴殿に頼みがあります。もらっておき、もらって、この地下、このくらい、なんだ、おかげ、ちょっと聞いていいかしら。そんなものかしら。
先生も冒険が好きね。なぜ私たちを。ほう。そう。むむ。希少な。まだ先がありそうだね。引きこもるにはいらない力ですけど。私、連達の息。これは利用できそうです。死ぬほど努力してますから。感謝しますよ。ここはいいですな、先生。女神などいないのだと感じさせてくれる。いえ、女神と呼ばれる何かが先生の中にいたことは承知しておりますよ。だが、こうして大修道院が壊れようと、天から罰が下されることなどない。ここに再び白き者が舞い戻ることがあるとすれば、それはただの戦争の結果であって、女神の力などではないということですから。好きか嫌いかで言えば、そうですな、女神は世界を正しく統治できませんでした。我が主がフォドラの覇者となるべく立ち上がったのはそのせいなのですから。力を持つ者はそれを正しく行使せよ、セイラス教団の教えの一つでしたかな。まったく、己のできぬことを人に説くとは肩腹痛いものですよ。それは道理ですな、先生。ですが、人の道理です。人ならざる身を持ち、人を遥かに超える時を生きる者の道理ではない。
故に我々は人の道理によって戦うことを選んだのです。貴殿は敵に最も近しい存在。果たして最後まで人の道理によっていられますかな。頼もしい顔をしますな。思わず私も信じて背を預けてしまいそうになります。我が命は主エーデルガルト様にすでに捧げてあります。故に貴殿と一蓮托生のような生き方は決してできません。ですがもし私に二つの命があれば、残りの一つを貴殿に預けるというのも悪くはなかったかもしれませんな。主君と従者としてとはまた異なる対等の仲間として。この程度で終わるよ。気性の合わない私たちがやったにしては。命を賭して得られる経験は、Thank you.